エース先般で攻守来、後輩らの邪名願い届かず。戦争で途絶えた夏の大会が復活し、全国大会の開会式が開かれた1946年8月15日、勝ってそこを目指した元球児は、獄中で日記にすでに生の県外にあるが、ごとき今の我と記した。のつけ、牛中、北海道現北見北斗のエースだった平手海智、元陸軍大尉で B 級戦犯として、捕虜虐待などの罪で絞首刑を宣告されていた。平手は33年、北海道大会東部予選を勝ち抜いた。甲子園へ続く同大会初戦の相手、旭川中、現旭川東とエースはビクトル・スタルヒン。平手は試合打6と健闘したが、味方はノーヒットノーランで敗れた。進学した大阪外語学校でも野球を続けた。陸軍予備士官学校に入った40年、友達への手紙に、野球を2、3回やった。白いユニフォームにスカイクの感触、若いあふれるようなファイトが欲しいと記している。地元の第7師団に所属したが、肺を患って療養。師団の部隊は43年5月29日にアッツ島で全滅したが、平手はそこにいなかった。病疫の影響か、前年の11月に函館第一捕虜収容所室蘭部所長の任を受けていた。平手は訪れたともに、言うことを聞いてくれない部下がいると漏らした。戦後、平手が問われたのは、多数の捕虜を殴打したなど33の罪、署内で窃盗を犯し、映像の懲罰中に体調を崩し、病院で死亡した英国人捕虜の事件が焦点だった。46年1月14日、横浜軍事法廷で裁判が始まり、米軍の検察官は、平手が故意に虐待し、殴打し、飢えさせて死させたと主張。米国人弁護士は、搬送の遅れは落ちたが、虐待はないと訴えたが、わずか11日後、判決は絞首刑とされた。米軍の任務で、平手の通訳をした日系二世の通訳官は、後に、先端、裁判は公正であり得るのかと書いている。北見北斗野球部 OB の渡辺和夫は、旧制中学1年の同年1月末、全校生徒が集まった体育館で、平手先輩を救おうと呼びかけられたのを覚えている。米公式文書館に残された裁判記録には、7000以上の除名嘆願の署名記録や手紙がされている。平手は獄中から恋人に婚約破棄を申し出た。死への心の準備を始め、仏教を学ぶ平手が心を踊らせたのは、新聞で見つけた谷野郁夫が率いる野球少年の一試合だった。8月22日、兄の国を宛てて、一生は確かめたれど、その後を知る由もなし、兄の野球をと記した。翌23日、平手は処刑された。公衆大へ向かい、故郷の方角へ一礼した。再開された全国大会の決勝の2日後、28歳だった。今、北海道北見市の高台、高台地には高さ 1.9 メートルの慰霊碑が立つ。彼の死の意味を問い続けた同級生らが97年に建てた。5年前に亡くなった以降は、体を続く限り命日に日を訪れたが、長男の正樹に弟のことを話はしなかった。
秋頃不慮の死を遂げた日本プロ野球が生んだ不正室の大投手ビクトル・スタルヒン氏の死を悼んで青山斎場でプロ野球界挙げての初の野球葬がいとも盛大に営まれました。今ここに個人の冥福を祈りつつその偉大な足跡を忍んでみましょう。今は亡きスタルヒン投手は昭和10年巨人軍に入団、一昨年高橋ユニオンズを退団するまで実にその半生を日本プロ野球とともに歩んできました。その間二度も最高殊勲選手の栄誉を担い、ついに一昨年日本プロ野球界前人未到の300勝の金字塔を樹立したのであります。会場に集まった個人のかつての恩師同僚たちによって今改めてその鉄腕投手ぶりが忍ばれ、心から個人の死が悼まれました。しかし球界に残した幾多の記録とともにビクトル・スタルヒンの名は長く球史を飾ることでありましょう。